スーパー戦隊シリーズ電磁戦隊メガレンジャー。電磁戦隊メガレンジャーは、1997年2月14日から1998年2月15日まで、テレビ朝日系列で、前後11話が放送された、東映制作の特撮テレビドラマ、及び作中で、主人公たちが変身するヒーローの名称。放送時間は当初毎週金曜十七時三十分十七時十五分で、 あったが、1997年4月6日、放送部により毎週日曜7時30分8時に変更された。メガレンジャーの学校場面の撮影が行われた平成国際大学本作品の大きな特徴として、1995年頃から一般的に急速に普及が進んだインターネットやデジタル携帯電話、パーソナルコンピュータ、衛星放送など、いわゆる デジタルな要素が多く取り入れられたという点が挙げられ、メガレンジャーが持つ特殊能力、デジタルパワーをはじめ、各種演出などにこうした要素が反映されている。また、物語初期には格闘ゲームの影響を受けた演出も見られる。特撮を担当した特撮研究所は、調理器戦隊オーレンジャー以降より、デジタル合成システムの導入を本格化し、 メカニックシーンなど、同年のビールボカブタックとともにコンピュータグラフィックスやデジタル合成技術を多用している。これにより、それまでのミニチュアやビデオ合成では描写不可能だったリアルかつダイナミックな特撮場面が増え、一方では、新ロボやパワーアップのエピソードでもドラマ性を強調するなど1話1話が見応えのある作品となった。高速戦隊。 ターボレンジャー以来の高校生戦隊だが、ターボレンジャーがヒロイックな高校生を描いたのに対し、本作品では、前作、激走戦隊、カーアレンジャーから、等身大の正義を引き継いだ、等身大の高校生が描かれ、修学旅行や文化祭や受験といった、学園生活を題材にしたストーリーも制作された。また、学校場面については、リアルさを出す目的もあり、 埼玉県加須市にある実際の学校施設もロケ地として使用された。本作品ではブラックがリーダー、サブリーダーがイエローと設定されており、レッドはこれまでの作品とかなり違う切り込み体調的な描写がなされているなど、当時としては珍しく、レッドがリーダーでない戦隊である。変身前と変身後における本名とコードネームの使い分けや、 敵と一般人の双方に正体を隠すというスタンスも取られており、後者については終盤で一般人が正体を暴露したメンバーを迫害するという展開にも活かされているが、一方で第2話や第8話などの劇中描写から当初は必ずしも徹底されてはいなかった。当初は CD 上のソーサーの副部や携帯電話型の腕部など、 デジタル化電的なデザインの従来と同様固体合体のロボットだったがバブル崩壊による玩具のロープライス化や前作との差別化を考慮して電子戦隊電磁マン以来の変形ロボとなった一方中盤でギャラクシーメガに代わって登場したメガボイジャーは再び個体合体となっているオープニングのタイトルコールは冠名である電子戦隊を戦隊メンバー役の5人が 戦隊名であるメガレンジャーをメンバー役とは異なる人物が英語本来の発音に近い形でコールするといった作品にはない非常に斬新な形式をとっている。また番組内のテロップも前作、激走戦隊、カーレンジャーから一新され、写し兼製のフォント合社員の書体が使われた。総売上は74億円。 内眼グうり上げが48億円と前作より低下する結果となった。東映プロデューサーの高寺茂激によれば、モチーフや方向性が明確であった前作、激走戦隊、カーアレンジャーに対し、本作品は立ち上げに苦労したといい、デジタルというテーマが漠然としていたためロボットなどのデザインに時間がかかったと述べている。宇宙という要素は、 パワーレンジャーシリーズとの連動を意図したものであり、アメリカで SF 宇宙映画が再燃すると見込まれたため、取り入れられた。高校生という要素は、テレビ朝日プロデューサーの岩本太郎によるもので、若いキャストを揃えることで、視聴率の向上を意図していた。高寺は、当初、デジタルという題材をどう描くかということにとらわれて、いたが、第5話のラッシュを見てリアルな学園生活に軸足を、 置くことにしたという。東映プロデューサーの竹部直美のこだわりにより、メンバー同士の組み合わせで物語が展開するのも特徴であった。監督の滝竜太は、竹部や脚本家の小林康子ら女性スタッフが重要箇所に携わるようになったことが考え深かったといい、女性視点での意見も新鮮であったと述べている。メインライターの竹上純季は SF 要素に、 こだわりメガシップ内の描写やねじれジアの作戦目的など説得力のある描写に注力するなどスタッフ内では作り手側自身が納得できた上で子供たちにいいものを見せるという姿勢が貫かれたそれまで平日18時台にて放送されていたニュース番組を17時台からの2時間枠に拡大したスーパー J チャンネルの新設や 朝日放送や一部地域のつぼねでなされていた全国高等学校野球選手権大会の中継放送に伴う下記の放送休止の回避などといった理由から本作品では1997年4月6日放送部によりそれまでの金曜17時台後半から日曜7時台後半へと放送時間帯が大きく変更されたこれに伴って放送時間が 従前の25分から30分に拡大したことで、本編並びに次回予告の時間も合わせて延長されることとなった。1997年、諸星学園高校3年、伊達健太は、巷で人気のアーケードゲーム、メガレンジャーを遊ぶために訪れたゲームセンターで、謎の男たちにスカウトされ、とある施設に連れて行かれる。 男たちは世界科学連邦の職員で、健太は INET のあるプロジェクトに抜擢されたのだという。健太が詳細を聞こうとした時、INET の拠点である施設デジタルセンターを激しい衝撃が襲い、ついでこの世のものならざる異形の存在が襲撃してきた。混乱の中、偶然見学に来ていた、同じ高校のデジタル研究会部員、遠藤幸一郎、並木まどか、 城ヶ崎千里、と今村美久と落ち合ったケンタを前に INET の指導的科学者久保田守吉博士は異形の存在がネジレジアという異次元からの侵略者であることやケンタが INET の組織したデジタル戦士メガレンジャーとしてネジレジアの進行から地球を守るべく合格して選ばれたことを告げる。実はアーケードゲームメガレンジャーとは 電磁戦隊メガレンジャー的各社の選抜テストのために設置した訓練用テストマシンだった。さらに機能停止したエレベーターを連携して再起動させたデジケン4人の優秀さに目を見張った久保田は彼らにもデジタイザーを渡しインストールして INET 職員がシャトルで脱出するまでの間ネジ、ね、レジアを食い止めるよう依頼する。好奇心から メガレンジャーになることを欧諾したケンタたちであったが、それは現実世界の防衛の任務と卒業を一年後に控えた高校生活、熾烈な二重生活の始まりを意味していた。ジャデン王国ネジレジアの侵略に対抗するために INET が組織したスーパー戦隊。初期メンバーの5人は、諸星学園高等学校の3年の同級生で、第2話で、 東京都武蔵野市に住んでいることが言及されている。5人の内光一郎、窓か、千里の3名は、成績上位4位以内にランキングされる秀才。後半に加入したシルバーこと、早川優作は、INET の職員である。初期メンバー5人の名字を、ローマ字で表記し、その頭文字を並べると、デート、遠藤、並木、城ヶ崎、今村で、伝辞になる。 第32話から登場。スペースメガプロジェクトにおいて、優作が設計し、月面基地で5人の特性に合わせて制作された、宇宙戦闘用メカの第1弾。合体して、メガボイジャーになる。初起動時には専用のカードを組み込んだ。ロボットの全高、重量設定は、シリーズ他作品よりも大きいものとなっている。異次元世界、ねじれ次元に、本拠地を置く。 軍事国家。読みは、邪源を動くネジレジア。三次元の現実世界の支配を目論み、侵攻を開始した。要塞、デスネジロを最前線基地とし、そこからネジレ獣や兵士たちを送り込む。ネジクラッシャーという戦艦も所有していたが、こちらは、ギャラクシーメガの初戦において破壊されたため、以後は、ゲディラ戦的な戦略を取るようになった。 第37話ではドクター・ヒネラー絞れない歪んでは出かけていて留守で登場した幹部はビビデビのみだった。各キャラクターの身長、体重などの設定はない。戦隊メンバー最年長は遠藤光一郎役の江原敦ツまた、並木窓家役の松風正也は本作品以降は声優としても活動し、以降のスーパー戦隊シリーズにも顔出しのみならず、 たびたび声優として出演している。放送当時に雑誌 SPA で男性メンバーの特集が組まれており、シリーズで初めて一般誌で男性メンバーが取材された。他のキャスティング面では司令官役にオンシアター自由劇場出身で、同年1から3月にフジテレビ系にて先立って放送されていた、踊る大捜査線で名を馳せることになる、斎藤明。 敵最高幹部役に様々な方面で幅広く活躍する森下哲夫敵幹部役に AV 女優出身で一般ドラマなどにもその活躍を広げていたジョー・アサミと広範な人材が起用されている。また、歪んで役にはアニメ作品で活躍していた鈴沖博隆を起用しメガレンジャーのメンバー役の新人俳優のアテレコの教育係的な役割を担った。 また、岩本二郎を演じている、橋本匠は、スーパー戦隊シリーズ第16作目にあたる、恐竜戦隊重レンジャーで、タイガーレンジャーボーイを演じた、戦隊 OB である。また、第40話には、子役時代の大島優子が出演し、ネジイエローが変装した幼い少女を演じている。さらに中盤からは、早川優作役に、重厚 B ファイターのジスタッグ、 片切り対策役で知られる、金井茂が参加。ドラマ面はもちろん、バックステージでも若い主演俳優たちの兄気分となった。なお、森下が演じた、ドクター・ヒネラー以降、着ぐるみではなく、役者によって演じられた、男性幹部は2006年のゴ、ーゴー戦隊冒険ジャーまで、しばらく登場しなかった。激走戦隊、カーレンジャー同様、本作品でもナレーターは、 キャスティングされておらず、進行役は主にその回の主役となるキャラクターがナレーションを務めた。超人戦隊、ゼットマンで負傷交番し、超力戦隊オーレンジャーで復帰した、ハチスカ一が、ゼットマン以来となるレギュラーキャラクターを担当した。ハチスカは復帰後の現場は、以前よりも芝居重心になっていたといい、自身の大きな転機にもなったと述べている。 電子戦隊電磁マン未来戦隊ロボのスーツアーアクターを務めている草加秀明は本作品で初めて戦隊メンバー役を担当した。以後、草加一号ロボ役と並行して戦隊メンバー役も兼ねることが多くなった。また、主に仮面ライダーシリーズやメタルヒーローシリーズを中心に活動していた岡本二郎も本作品で初めて戦隊メンバーを担当した。 メガレット役の横山和人氏は本作品のメンバーは全員が主役級であったと評している。プロデューサーには前作から引き続き続投の高寺茂木に加え、それまで二時間ドラマや超高戦士シャンゼリオンを手掛けていた武部直美が戦隊に初参加。当時入社間もない新人社員の若松剛がアシスタントプロデューサーとして初参加。初回の脚本には、 全体に初参加であり、かつて、ビーナスハイツ幕末高校生などの作品で高寺と面識があった、竹上純喜が登板。また、中盤以降ではそれまで、メタルヒーローシリーズ中心に活躍していた、小林康子が竹部からの誘いにより初参加した。また、荒川敏久や、超人気メタルダーで、特撮脚本の経験がある、柳川諸も、 単発話を多数執筆した。最終三部作は小林竹上荒川の順番で一本ずつ担当するというシフトを敷いている。演出面ではパイロットに地球戦隊ファイブマン以来7年ぶりとなる長石高男を起用。また、田崎竜太は本作品のオープニングエンディング、演出含む数々の重要エピソードを手掛け、自作。 星10戦隊銀河マンでメイン監督を務めることになった。前作で監督デビューした竹本昇は早くもセカンドパイロットの演出を任されていたものの本作品への参加は序盤のみに止まった。竹本の降板以降は超力戦隊オーレンジャー以来の戦隊シリーズ参加となる辻野正人がローテーション監督として番組を支え終盤部では同時期に放送されていた。 ビールボカブタックのメイン監督を務めていた坂本太郎が加わっている。第2クールから参加した辻野雅人はオーレンジャー前半でシリーズを離れていたが、以前ビーナスハイツに参加していた縁で再び起用された。ネジレジア側のメインデザイナーは、前作カーレンジャーでラップ関連のデザインを担当した下條美春が初担当。前作に引き続き野崎明と、 安倍ミツルも参加している。大量にシングルがリリースされた前作の流れを組む形で本作品では主題歌、挿入歌を収録したシングル CD が5枚リリースされ、ソングコレクションはそのベスト版という形で発売された。さらに新規挿入歌を網羅したソングコレクションにも後に発売されており、2000年代以降のスーパー戦隊シリーズのサウンドトラック版にも多く見られる。 ドラマパートと楽曲パートを織り交ぜた構成も同アルバムでは取り入れられている。サウンドトラック版であるミュージックコレクションは前作同様3枚がリリースされ新たに登場した CD コロちゃんパックでは新規挿入歌2曲がシングルカットされている。また CM ソングはバンダイ側で制作していたため CD には収録されなかったがこれに対するクレームが寄せられ、 翌年以降は CM ソングも日本コロンビアが担当。番組とガング CM とで楽曲制作者が統一される格好となった。上記のほか、第29話において豚ネジで人間体がダイエットクレープを作る際に歌う楽曲があるが音源化はされておらず、正式タイトル、作詞、作編曲者のいずれも公表されていない。いずれも発売元は東映ビデオ、 スーパーセンタイ V シネマシリーズとして DVD 化され、いずれも2016年発売のスーパーセンタイ V シネマザムービーブルーレイボックス1996から2005でブルーレイ化された。また2019年には年代別に分けた形でスーパーセンタイ V シネマザムービーブルーレイ1996-1998スーパーセンタイ V シネマ ザ・ムービー・ブルーレイ、一九九九二千として、発売。ありがとうございます。